ていうところなんですけども、後半で随分と覚醒していくので、そのあたりも見ていただければと思います。顔動かしがちなので、皆さんで見たことない、舞香ちゃん全然顔動いてないことを芝居してて、私結構動いちゃうから、笑いになって動かした方が可愛く見えるんですよ。そうなんだ。初めて見てたんですけど、動かさない方がドラマだと気が散らなくて、ワンショットちゃんと収まるんだなっていうことを知って、後半の彼女の面白いシーンとかは顔動かさずにずっと止まってました。だからそういう客観視があるんですよね、自分の客観視する目を持っている人なんで、役者さんも向きなんじゃないかと思う。いや抜群ですよね。抜群にイラッとします。